映画のゼイラムっていうのが元なんですけど、実写の映画なんですけど、その実写映画の、を作った監督さんが、専門学校の時の先輩なんですよ。まあ、その絡みでっていうか。いや、まあ、会ったことはあるんですけど、直接その在学してる時に一緒にいたってわけじゃなくて、まあ卒業生だったっていう。まあ、あまり気にしないでやったんですよね。全く違った僕のオリジナルのデザインでやってもよかったんですけど、まあイリアに関して言えば、実写のデザインを最低限残しつつアレンジしてデザインしてみたという。そうですね、あまり意識もせず、ただ雨宮監督の最初のラフアイデアみたいなのがあって、それからはずれないようにはしましたけど、そんなに映画があってってそれを忠実にしなきゃいけないなとか、壊しちゃいけないなとか、そういう感覚ではなかったですね。まあ、とりあえずこのアニメはアニメでっていう。基本的にやっぱり監督ではないや、雨宮監督のアニメではそのデザイン原案しか携わってないですけど、その世界観がまずあっての話だから、僕は本当にそれをデザインしただけなんで、世界観とかその辺までは考えてないですね。設定自体がバウンティーハンターになるきっかけの話だったんで、映画版よりかなり若い設定なんですよね。だから、まあ必然的にちょっと若い感じになってると思うんですよね。森山さんにほくろがどっかにあったイメージがあるんですよ。それだと思うんですよね。僕はあんまり覚えてないですね。インスピレーションですね。深い意味はなくつけましたね。あったかな、あったような気がしたなと思って、まあここら辺ではなかったと思うんですけど、まあ、つけてみようかなと思って。それに関してもやっぱり雨宮さんの原案があって、それをなぞってるだけなんで、本当に。アニメの絵に起こしただけなんで、だからその世界観とか雰囲気、イメージっていうのはもう監督さんと雨宮監督の両方にあって、僕はそれを吸収して描いただけなんで、雨宮監督のことで言えば、未来忍者っていう、そのゼラムより前の作品があって、ああいう SF の世界に、江戸時代のような和風の感覚があるっていうのは、まあ、あの人だけなんで、それはすごい面白いなと思いますね。まあそれ以前からのお付き合いがあったんで、すごくやりやすかったって言えばやりやすかったですけどね。まあ何でも言ってくれるし。まあ、直してほしいっていうこともちゃんと言ってくれるし、だから大体その「未来忍者」っていう作品で僕もああいう世界観が面白いなと思った一人なんで、感覚を理解するっていうんじゃなくて、もう自分の中にある程度あって、面白い、こういうのやりたいなっていうのはあったから、全然苦労はしない。まあ子供の時から絵画を描くのが好きで、
それはあれですね、手塚賞っていうのに応募しようと思ったのがきっかけですね。で、中学校の3年生から高校の3年間ずっと登校してましたけど、まあ全然賞が取れなくて、そのうちに編集の方から電話があって、やってみないか、一緒にやろうっていうことになって、専門学校その後入ったんですけど、1年2年の途中までしかいなかったですね。それでデビューしちゃったんで、まあ、きっかけっていうのはもう、でも絵を描くことしか能力がないから その道しかないっていうその道がないか、と思うんですけど。そういうことだと思いますね。そうですね。まあ早く連載っていうのをしてみたかったから、そうですね、受験勉強もしないでやってましたね。授業中も書いてましたからね。 ああ、そうですね。授業を受けてるのが、そうですね、つらかったですもんね。 まあ3年生ぐらいになるとね、もう先生ももう、まあこいつはしょうがねえなって感じになってましたからね、授業中漫画書いてても。 その時からもう評論家ですからね、クラスメイトはね。 いや、なんか下手だとか、面白くないとか、面白いとか、まあ、勝手なこと言いますよね。そういう、なんかこう、よく言われるような、まあ、マイフェイバリットみたいなのってあんまないんですよ、僕。漫画に関しても、映画に関しても。好きな映画っていうのは、まあ、なんでしょう。ダイハードとか、そういうのなんですけど、そうですね、でも漫画の勉強になったっていうのは80年代の映画ですね。どれってわけじゃないですけど、80年代のスピルバーグ作品は結構少年漫画の手本になる要素がいっぱいあるんじゃないかなと思いますね。それで、どうやってストーリーをこう展開していったらいいのかなっていうのは勉強した思い出がありますね。80年代の映画だから結構僕はどれも好きですね。日本映画見ないですね。ほとんど見ないですね。やっぱり派手さとかそういうものがこう少年誌には要求されるんで。それでもハリウッド映画かもしれないですね。どう受け取ってんですかね。僕は逆によく分かんないですからね。アメリカのファンがそのイリアに関してこうどういうふうな受け取り方してるのかが分からないんでね。と言ってもな、どうしよう。俺別に いや、本当に雇われ仕事みたいなもんなんでね。そうですね。じゃあリアをご覧の皆さん、このアニメーションをきっかけにですね、僕の漫画も見ていただけたら大変嬉しいんで、よろしくお願いします。